夕方は活動が、はい、朝晩は少ないくらいなんですね。いや、結構やってると思いますよ。夜でも活動してるんですか？夜は活動してないですか？朝早くから活動集まってると思いますけど、いや、したよかったな。連絡してすぐ屋根裏に、あ、出てきた、出てきた、出てきた、ほらほら、なんか変な動きしますね。ちょっと警戒してますね。警戒してるんですか？はい、はあ、ちょっと危ないです。これ甘く見ると刺されますんで。では始めます。始めます。あ、お願いします。寝床で見ると一部ないんだって。恐怖感とかいろいろ。あと暗いところどうしてもなんか自然と大きく見えるみたいですね。あとこの蜂の子って書いていくと、すぐ働くようになるんでしょ。はい、はい、これがサナギで、次も成虫ですね。で2段になってました。でこのこっちこう開いてるじゃん、穴が開いてるじゃないですか、はい、これが成虫になって出た分です。だからこの穴の開き方がすると30匹ぐらいいますね。うん、だからこうやって数えてもやっぱりできた数だけいると思いますね。はい、ちっちゃいんですよ最初の鉢って。なんでかっていうと、女鉢が一番最初に 30個が卵産んで、女鉢1匹で巣作りと子育てするんですね。だから餌も十分与えられないっていうんで、春先だし餌も十分ないということで、あんまり大きく育たないんですよ。でこれからの鉢は働き鉢がいっぱいあるんで、持ってきて、育てるんで結構大きな鉢になってますね。でこれが常鉢です。あ、常鉢って、これが常鉢が育った働き鉢で、ちっちゃいですね。ね、大きいの。だからこれはちっちゃいんだけども、これからの働き鉢、出てくる働き鉢はもっと大きくなる。じゃあこれあれ、ほっぽたけばもうみるみる大きくなっちゃうね。そうですね、はい、なっちゃいます。どんどん大きくなる。どんどんこれ子供ができてくるんだ。綺麗な巣だね。綺麗な赤模様。なんでできてると思う？こんなにこのぐらいのあったって言ったんだよな。何でできてると思います？これ何だと思います？材料は、はい、なんか木みたいな感じなんだけど。そうなんです、木なんですよ。木なの？はい。